業務スーパーを展開する神戸物産では、 AI を活用した次世代型スーパーの実証実験をここ天下茶屋駅前店で実施しています。ポイントになるのは、店内におよそ40台設置されているこちらのカメラです。こちらの天下茶屋駅前店では AI カメラを活用してですね、売り場の欠品検知をしたりだとか、あとは従業員のオペレーションの簡素化のためにいろいろなシステムを構築して今取り組みをしています。例えば欠品検知によって適切なタイミングで商品を補充することによって売り逃しの軽減にもつながりますし、従業員が効率的に店舗運用するということで、コストを下げていこうということを今取り組んでいます。 AI カメラによる欠品検知の他にも、商品棚のカメラでは人の流れや滞留時間などを分析し、商品レイアウトへの活用を目指したり、こちらのタブレット付きカートを使って来店客へのサービス品質の向上にも取り組んでいるといいます。画面の方に今月のおすすめ商品であったりとか、チラシのデータであったりとか、そういったものを表示させて、お客様にお買い得な商品をご紹介するということもできますし、こちらについているスキャナーでですね、お客様ご自身で商品をスキャンしていただくことによって、買った商品のその関連するレシピであったりとか、関連する商品、そういったものもタブレットの方に表示がされますので、お客様からすると気づきにつながると思いますし、お店からするとですね、客単価のアップっていうことも狙えるんじゃないかなというふうには思います。さらに買い物カートとセルフレジの連携で、レジ待ち時間の削減や時短化を目指しているという同社。こうした店舗運営の効率化を通じて、より自社の強みを発揮していきたいと花房氏は言います。業務スーパーの強みとしてですね、やはり商品が安いからっていうところがあると思うんですけども、今いろんなコストが上がっていく中で、さらにその強みを出していくというためには、やっぱり店舗のオペレーションというのが必要になってくると思います。その中でですね、店舗の DX 化っていうのを推進していって、オペレーションを効率化することによって、よりいいものを安く売ることができるんじゃないかなというふうに考えています。